離脱天皇は第30代天皇572年から585年まで在位名はヌナクラフト騙しきスメラミことや長田天皇とも呼ばれる金明天皇の第二王子で母は石姫皇后知性は内外の政治的な動きが激しい時期であった金明天皇の死後未満な復興を目指しくだらやしらぎとの交渉を試み失敗未満な回復の野望は挫折するまた仏教の需要をめぐり蘇我の馬子と物の部の守屋が対立 美立天皇は物の部守の屋の支援を受けて仏教を排斥し廃仏派よりの政策を実行した一方で宮廷制度の整備にも取り組み記載部や火祭り部などの官職を設置して宮廷内部の組織を強化した585年の8月15日崩御し大阪府南河内郡大使町の高知の品川の中の尾道さぎに埋葬された